今僕たちには2人の娘がいて、今ロサンゼルスで、あだこだやってるんですけれども、ちょうどね上の子が髪を切りまして、もう俺より短いぐらい髪切って、she said, I'm boy inside、外見は女の子だけど、心の中は、男の子だなと、驚きましたし、だけどね、親として、サポートしてあげたいなと思ってますし、何より彼女たちは自分たちの、娘だけれども、僕たちのものではないので、まだいつかね、一人の人間としてまたファミリーを育って、また、彼女たちのファミリーを作っていく。その上に、そのために、僕たちは親として彼女たちをこう守ってあげるだけじゃなくて、彼女たちがまた一人の、人間として強く立てるように、時には失敗することも、見守りながら、育ててあげたいなと、思っています。そういう意味でも彼女たちはね、巣立って、また新しいファミリーを作っても、一生、俺たちの、ファミリーだし、俺たちの、ベイビーだと思ってます。この曲作ったのは、そういう思いと、本当に家族を離れて自分の道を、探している全ての人たちに、捧げたいと思ってます。聴いてください。 Where Home Is。What it means, that's what it means to be where home is. Everyone leaves eventually, but they never forget. That's what it means, that's what it means to be where home is. That's what it means.
Thank you.改めて本当に今日は、来てくれてありがとう。改めて本当に今日は来てくれてありがとう。改めて今日は本当に来てくれてありがとう。次の楽曲はとある映画に書き下ろした楽曲です。ちょうどおとついカンヌでも、公開された無限の住人という映画です。木村拓哉さん、三池崇史監督、で作られた映画なんですけども、なかなかね、インターネットでお写真を上げてなかったりするんですけども、本当にこうやって、日本のいいものが、海外に、進出して、評価をされるのは本当に嬉しいことですし、車だけじゃなくてね、こういう文化、そしてテクノロジーも、そうあるべきだと 思ってますし、どん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 、そういう時代に、なってきてると思います。今日は、ドコモプレゼンツということで、アプリはダウンロードしたかな。今日はね、本当に、日本のテクノロジーが、すごいんですけど、テクノロジーだけじゃなくて、俺たちコンテンツも一緒になって、それが両輪、本当に一つになって、世界にどん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 興奮と、新しいものをね、発信していければなと思っていく中で、今日は、そのアプリを使ってみんなと一緒に演奏できたらなと。起動してる、okay？ 一応見せてもらっていいですか。 Alright? OK Alright。じゃあ、いけるかな。初日なのでこちら側もすごく、OK いきますか。じゃあ、いきましょう。 Live to die another day。